さっき本当に飛ばされそうになるくらい風が強くてびっくりした。明日はモーニングコンパスです。見てください。見てね。一週間ぶりにお天気お姉さんするので見てくださいね。今日めっちゃジメジメしてたね。なんか本当に嫌な気温って感じ。ムシムシして、今日は朝からいろいろやって、で何だっけな、稽古もしたりしてました。今日はそうなの、全然知らなかった。大雨らしいです。今ってさ梅雨なのかな、なんかよくわからない気温ですよね。よくわかりません。天気お姉さんは知ってるでしょ。私は気象予報士ではないので知りません。明日のお天気だけまだ知りませんけど、稽古はチーム4じゃないくて舞台の稽古です。稽古は キスの稽古があるので、なんか最近ハマってるお菓子はこれです。ガツンとみかん、これめっちゃ美味しくて最近のお気に入り。じゃーん、アイスの形してる。うん、うん、これおすすめですよ。なんか コーティングされてるの砂糖で、だからとっても美味しいです。そう、グミです。グミみたいな感じというか、グミかな、これはアイスのお菓子だけどグミ
そういえばさ、新しくなんか今ジェラピケのさヨッシーのやつがさめっちゃ可愛くて、見ましたか皆さん。ヨッシーのやつ持ってるんだけど、なんか夏バージョンのジェラピケのヨッシーが出ててめっちゃ可愛かった。絶対ゲットしたい。あとなんかねスタバで新作があるんだけど、マンゴーパッションフルーツみたいな、それもね美味しそうだったっていう新作情報です。スタバは年中新作がある。そうね、バナナのやつもね飲んだよ。バナナ、美味しかった。バナナ新ヨッシーは肩が、ありがとう。ジェラピケマジで可愛い。嬉しい。あとなんだっけ、何話しちゃったんだっけ。スタバの新作じゃなくて忘れちゃった。あ、ファミマのね、ブラックサンダー味のフラペチーノが出るらしくて、今度それはとってもとってもとっても美味しそう、気になっています。マンゴーパッションティーフラペ昨日の、あ、フラペチーノなんだあれ。マンゴーパッションパッションティー、もうやってるんだ。そうなんだ。ホワイトとチョコどっちが気になる。私はホワイトチョコの方が好きかもしれません。美味しいものがいっぱい登場します。でも夏はあれですね、チョコミントの季節にもなるのに、チョコミントもたくさん食べれる、楽しみ。チョコミント、嬉しい。今日は早く寝ます。明日お天気お姉さんなので、まあ、夜更かしはせずにって感じ。朝早いので明日の衣装も皆さん楽しみにしててください。可愛いと思います。みんなもそうです。頑張る。こんばんは。髪の毛染めたよ。そういえば髪の毛暗くしました。暗くなった。暗くなってツヤツヤになりました。もうね本当に手触りがね全然美容院のあとだと違くて
さすがです。最近結構明るかったから。でも今日は雨だったからね、ちょっと湿気があれでそんなにツヤツヤではないけど、触り心地はツヤツヤです。気がつかずにごめんなさい。でもそんな変わってないから多分あんま誰も気づいてない。夏は傷みやすい色とかある？傷みやすい色？ブリーチしなければって感じ。ちょっと暗くしたよ。なんかもうちょっと明るかったけど落ち着いた。そろそろ夏になるけど今年の夏もハイトーンにする。まだ決めてないけど、ハイトーンどうだろう、しないかな。でもなんかずっとこの髪の毛長くてパッツンだからなんか変えたいというのはちょっとありますね。電気お姉さんミニスカート姿でお願いします。無理です、ミニスカートなんて私が出たら怒られちゃう。劇場で見てください。それはあまり大きく変わらない。そうですね、短くしてみたいけどちょっと勇気が出ません。明日は半袖ですか長袖ですか？好きな方を着た方がいいと思います。私はまだ明日の天気知りません。48タイムズの4月号の目次、そう、あの AKB 新聞に来月号出させていただくので、4月号今月てかまあ出させていただくので次のやつに電気お姉さんのねいろいろお話とかしてきました。明日も天気悪いのか、やだな。金曜日はエリナナセのテクテク散歩、そうそうです、エリナナセのテクテク散歩見てください。楽しみ。配信何時まで寝て決めてない、いつも決めてない。そうだ、30日はお話し会もあるので楽しみです。とっても、
みんなとお話できるの楽しみにしてます。てかもう今月も終わりだ。今月終わりですね。もう今日26、27、28、29、30、あと4日ぐらいだ。早っ。あーゴールデンウィークもあるし、今月ん今週が終わったらゴールデンウィークか。ゴールデンウィークっていつもさ感覚ないんだよね。なんかゴールデンウィークってイベントとかいつもいっぱいやってるからさ、ゴールデンウィークっていう感じがしない。みんなはお仕事お休みですか？ゴールデンウィーク。私は今と変わらず稽古とかレッスンとかかな、いろいろバタバタしてます。10連休すごっ。何すんの10連休って。すごいね。大学休みいいな。29日金曜日からゴールデンウィークの人が多いかも。おお、じゃあ金土日月火水木金土日、すごっ。ゴールデンウィーク10日間休みがあるってなったらどこ行くかな。とりあえずね、もう旅行、海外とか行くかも。でも10連休もあったら、まあ今は無理かもしれないけど、本当になんかあれだったら海外とか行っちゃうかも。サイパン行きたい。あ、サイパン行ってみたい。行ったことはないですけど、行ってみたいです。サイパン、イギリス、おーいいね、楽しそう。でもイギリスってなんかご飯があんまり美味しくないみたいな聞いたことある。フィッシュ&チップスしかないよっていう、なんかでやってたな、イッテ Q かなんかでやってた。だから私はイタリアに行きたいな。美味しくないよだってやっぱそうなんだ。イタリア行きたい。イタリアはもう絶対美味しいし、本場のピザ食べたいな。本場のピザ食べたい。私の人生の中の夢かも、イタリアに行って本場のピザを食べるって感じかな。僕はフランスでクロワッサン永遠に食べたい。クロワッサンね、いいよ。ハワイのマックセットを頼むとパイナップルがついてくるの知らないくてびっくり。へえ、イタリアのピザ、あ、いいね。行きたいです、とっても。
中目黒にイタリアのピザ大会で優勝した人の店ある。だからそういうのいっぱいあるよね。私が前行ったところもなんか賞を受賞しましたとか書いてあるけど、大体のお店がそういう賞って取ってるのかな。ミシュラン、ミシュラン、グミ食べよう。最近じゃがりこ毎日食べてる。美味しい。お代理人のテクテク散歩は29日です。見てください。じゃあちょっと早いんですけど、そろそろ終わりにします。13位 YSA73 さん、ありがとうございます。12位はタッチアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。11位は台湾のジアホンさん、ありがとうございます。10位はテスナー失笑しストレスあった時なんせどうするアットマーク7レンジャーさん、いっぱい食べます。9位は香港のケーキアットマーク7レンジャーアットマークナトリノンさん、ありがとうございます。8位はミキアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。7位はトシアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。6位はモンタネットさん、ありがとうございます。5位はイッサアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。4位はケナアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。3位はヌーマアットマーク全京姉さん頑張ってアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。2位はクニアットマーク7レンジャーのオペが好き7レンジャーさん、ありがとうございます。1位は鍋公式アットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。それでは明日は早起きしてください。皆さんもじゃあおやすみなさい。バイバーイ。